ビーカーフラスコの中にお水が 400ml 入ってると思います。それをこの中に入れちゃってください。これをちょっと IH の上に置きます。一応400ml 入れるっていうのが基準になっています。蒸留ってハーブとお水の量とかいろいろ言われる方もいらっしゃるんですけども、とりあえずリカロマはそうしてますよっていうことです。そしたらこの中にその皆さんでハーブ黒文字をどんどんこう入れてってください。で、超ドライですのでこの袋 50g 入っています。なんですけども、もしもフレッシュでやる場合だったら約倍でやるといいと思います。で、後で見てると分かるんですけど、1回蒸留したものが全てこの抽出管に入るわけじゃなくて元に戻っていくのもあるんですよ。そうするとまたそれが再蒸留っていう形を何回も何回も繰り返すので、時間かけた方が濃いいいものが取れる。